普通の海鮮丼、まあ、これとこれの違いですね。すごい、いただきましょう。のぐチーム。はい、のぐちです。今回ご紹介しますのはこちらですね、長崎水産食堂さん。こちらの方で海鮮丼が、すごいのがあるみたいですので、ぜひ行ってみましょう。よっしゃ、行きましょう行きましょう。はい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 、お邪魔します。こんな感じ。はい、おすすめメニューですね、刺身定食、海鮮丼、こういった形であります。あとは普通の定食、日替わりとかカレーとかですね、そういったものもありますね。すごい。で、私ちょっと頼みたいのがこれですね。お目当てこれいきます。よし、行きましょう。わー、来ました、特盛海鮮丼。おはい、奥さんは普通の海鮮丼、まあ、これとこれの違いですね。すごい、いただきましょう。そしたら刺身醤油をですね入れて、そして食べてくださいということでした。はい、わさび醤油ができましたね。これか、うぅぅぅぅぅぅぅ、します。ここら辺からいっちゃいましょうか。いっちゃいますよ、いっちゃいます。よし、うん、うわ、うまっ。うん、イカいくらいっちゃいましょう。イカいくらいきます。うん、定食はですね、お味噌汁が大事です。お味噌汁。こっちの。あ、うまっ。うまい。ガンガンいっちゃいます。ガンガンいっちゃいます。この最初に作ったわさび醤油がいい感じで効いていいです。私の好きはサバですね。サバ。これはちょっと締まりすぎてますね。やっぱ長崎といえばアジ、アジです。アジ。あ、もう油がすごい。この白身のフライ、これもちょっといっちゃいましょう。うん。あ、気づかない、美味しい。いや、特盛海鮮丼、本当にボリューミーで、本当おすすめでした。ありがとうございます。しゃあ、ごちそうさまでした。はい、行ってきました、長崎水産食堂さんですね。いや、本当に特盛海鮮丼のボリュームがですね、すごかった。いや、本当に美味しい、おすすめの、おすすめのお店です。どうぞ来てください。